こんにちは、大月です。数学物理を担当しています。方針としては、まず興味を持ったことを中心に学習を進めながら、徐々に周りに視野を広げていくという方法の有効性を実感しております。またテストの点は取れるものの、数学物理の面白さが分かっておらず、最終的に伸び悩むという生徒の姿をたびたび拝見しました。また面白さが分かった時点でさらに大きく伸びるきっかけをつかんだケースもまた多く見ました。授業では必要に応じて必ずしもカリキュラムにとらわれない解説も交えながら、数学物理の面白さを生徒の皆様と共有することを目指します。学習者本人の自発的意欲が一層高まるように働きかけながらも、基本は待ちます。土壇場で踏ん張れるかどうかは、少しでも学習内容に興味を持ち学習に臨むという経験が本人にどれだけ蓄積できているかにかかっていると感じております。高校生大学生の学習環境がいろいろな制約下に置かれていることは承知しておりますが、数学物理の奥深さをお伝えし、その面白さが実感できるお手伝いが少しでもできればと思っております。